アセスターベッド・ターボットは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、カレー木に属する石ビラメ、その大用魚のカラスガレーやボーズガレー等の総称に、ちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目。目。石ビラメカラスガレーターボットは1943年11月13日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプゾーセ所で寄港した。 しかしながら、1945年8月12日に、建造は取り消された。船体は、その後1946年4月12日に、浸水し、1950年に、メリーランド州アナポリスの海軍、感染研究開発センターに配属された。同センターで、潜水艦の機械雑音の制御、縮小に関する研究開発に使用された。 1958年に除籍され、メリーランド州スパローズポイントのベスレヘムスチール車にスクラップとして売却された。いくつかの機材は取り外され、保存される同型艦に使用された。6番魚雷発射艦はカリフォルニア州サンフランシスコに展示されているパンパニトに取り付けられた。ありがとうございます。